これは騙されたと思って家で履いてください。このウーホスね、素材からしてね、ちょっとデメリットあるんですよ。これを僕室内で履き出してから足の疲れ全く違います。はい、本日ですね、こちらウーホスを3年履いてみてどうやったかというところでお話していきたいなというふうに思います。ということで、ウーホス、結構僕の動画見ていただいて、皆さんね、夫婦で買いましたとかね、一人でもう2足も3足も買ってますという方いらっしゃるんですけども、これね、とにかくめちゃくちゃいいんですよ。でめちゃくちゃいいから僕結構おすすめしてるんですけども、まあ実際3年ぐらい履いてみて、あ、これ良かったなとか、ちょっとこれ心配やなっていうこともあったりとかしますので、まあその辺のお話をねしていただいて、あ、まだ俺持ってないから、あ、それ買ってみようかな、あ、俺そういや俺もそう使ってんだけども、あ、そんな使い方もあるんだ、俺一回もう一足買ってみようかなとかっていうのもね、いいかなと思います。下見ていただくとね、こんな感じで足元をアップに撮らせていただいておりまして、基本的に最初に申し上げますと、僕のウーホスの使い方は家です。室内履きとして履きます。なので外で履くっていうやり方も全然あると思うんですけど、そういうサンダルは僕買ってないので、こうスライド式のサンダルしか買ってないので、これは騙されたと思って家で履いてください。とにかく家、総合点からつけると、これはね、ほんまにね、家で履くならば95点、外で履くならば80点ぐらいになるということで、あ、そうなんやと、家の方がいいや、なんでなんで、ほなほな教えて教えて、なんでかというとですね、このウーホスね、素材からしてね、ちょっとデメリットあるんですよ。それが何なんかというと、この素材どうもね、やっぱりちょっと変形したりだとか、あと縮んだり熱によってするんですよね。だからこういう樹脂のサンダルってね、車のね、後ろにね、ずっと積みっぱなしにしてたら、直射日光当たってなんか縮んだり形曲がったりこうしてるのってありません？僕今までそんなんあったんですけど、やっぱ外で履いちゃうと熱問題とか、やっぱそれより過酷な環境で履くので、やっぱり擦れたり歪んだり曲がったりするって方は、段差でもやっぱ危なかったりするって思うんですよ。だからもうちょっとソールが硬い方が外歩くにはいいんちゃうかなと思うんですけど、こう石ころとかあったりしたらね、こういうグワーンってなったりしたらね、もうこれ足首捻挫問題になってくるでしょ。だからそれはちょっと危ないなと思うんで、まあ、極力こうまっすぐのやつの方がいいんちゃうかなっていうことで、僕は室内部屋の、室内履きとしておすすめしてるんですけども、だから外で履くと、変形、もしくは縮みとか起こる可能性があるので、3年履いてる分にね、中で履いてるんですけど、室内履いてるんで、これ仕事用なんですけど、家用はねブラックなんですよ。全く変形もしないし、ずっと履ける。そしてめちゃくちゃいいことだらけなんですよ。だから僕デメリットほぼないんですよね。だ、外で履いちゃうとデメリットはちょっと出てくるかもしれんので、まあ、ちょっと気をつけていただきたいなと思うので、僕はもう部屋で履いててデメリットはないと言います。ただ外でじゃ知らん、それはデメリットあるかもしれんということなんですけども、この当時ね、出した時ってウーホスの履き心地の良さって多分ナンバーワンやったんですよ。ただ今いろんなメーカー出てきて、他オネオネが出てきたりとか、いろんなブランドも出てきてね、こういうリカバリーサンダル出してるんですけど、確かにクッション性どれもいいんですよ。だからクッション性だけで言うたらもうナンバーワンっていうわけじゃなくて、他にもいいやついっぱいあるんやけども、まあ何がいいかっていうとね、やっぱ洗えたりできる。もうすぐにこの辺表面がこうツルンとしてるでしょ。でこの指もちょっともう履きすぎてこれ削れてもうてますけどもね、この洗えるっていうか、普通に手洗った時に、あ、スリッパ洗ってないなと思ったりして、石鹸でねキューってこうやってあげて、でパンパンパンってやったら終わりなんですよ。こんな便利なことあります？ただ溝がボコボコしてたりしたら、どうしてもその隙間にね水滴がついちゃったりとかして、これでは無理なんですけど、これはねシュッシュッシュのポンポンポンなんですよ。ほんならもう履けるっていうことなんで、まあ、これはめちゃくちゃねおすすめになってくるんじゃないかなと思います。そしてこれを僕室内で履き出してから、足の疲れ全く違います。全然違う。もうね、どれぐらいかなっていうとね、やっぱり後をかいと加藤愛ぐらい違うんですよ。だからとにかく足疲れるなとかね、なんかやっぱりこのフローリングのとこで歩くのって、どうしても人間ね、土踏まずがついてないとかね、やっぱりそうなったらこの足先だけで体重、全体重支えたりとか、かかとだけで支えてるとちょっと危ないんですけど、これやっぱ柔らかいから全部の足でフラットに体重かけてるんですよね。こんな話してたら通販番組のなんか靴売ってる人みたいだけども、まあ、そういう感じでとにかくめちゃくちゃいいんですよ。でウーホスとの関係性、お前そんだけ進めるってことはウーホスさんとやり取りさせてんのちゃうかっていうことをいただくこともあるかもしれないんですけども、残念ながら連絡いただいておりません、連絡お待ちしてます。逆にね、ウーホス関係者の皆さん、タクゾーに案件を渡そうということで、すぐに連絡ください、これ前も言ったけどくれてないけどもね、まあ、それぐらい関係性ないんですけど、まあ、とにかく僕は履いててよかったなと思うので、夫婦で履く、もしくは1足だけじゃなくて2足3足履くってことなんですけど、まあ、僕の場合は家と職場、嫁の場合、僕の嫁も履いてるんですけど、家と職場と私服でサンダル、この鼻緒のタイプのサンダルも今最近買ったんですけど、それぐらいリピートしてます。でサイズの問題なんですけどね、サイズこれどないしようってことなんですけど、まあ、サイズこれね見てもらったら分かる通り、僕28センチの足のスニーカーなんですけど、まあ、これもね28で買ってるんですよ。だから、まあ、サイズは別にそんなにいつも通りでいいと思うんですよね。でこのスライドの上の甲の部分が当たったら怖いなとかと思う方いらっしゃると思うんですけど、これはね基本的にね、その柔らかいから、その靴
靴ずれするような感じでは僕はなかったんですよ。もしかしたら靴ずれする方もいらっしゃるかもしれないけど、そんな靴ずれするような感じじゃないし、なんやったら家とか職場で履くときってやっぱり靴下で履くからそんな靴ずれなんか起こらないんですよね。で今ねウーホスもうとにかく売り切れるんですよ。出たら売り切れ、出たら売り切れってなってるから、スライドタイプの方はねとにかく早めに皆さん買ってみてください。この鼻緒のタイプは僕知りません、履いたことないからどうでも言われへんけども、このスライドタイプの方はとにかく家履きとしてね導入してみてください。確かに、ね、値段が6000か7000ぐらいするから、家のサンダルで6000、7000、今ユニクロで1000円であるでって言うかもしれんけどもね、これ僕今3年使ってるでしょ、もう1年で考えたら2100円ぐらいなんですよ。って考えた時にね、もっと4年持ってみてください、5年持ってみてください、6年持ってみてください。ユニクロのスリッパ6年持ちますか、持ちますって言った方いらっしゃったら、ごめんなさい負けましたってことなんですけども、それぐらい、ずっと履けるんでね、いいんちゃうかなと思って、僕あんまりこういう一つのアイテムをめちゃ推しすることないんですけども、これはめちゃ推しで、次のめちゃ推しなんか教えてって言われても、次まだ出てきてないから、次もし何かあったら、何年使ってよかったとかっていうのを出すかもしれないですけど、今のところはねピピッと着てるもんないから、今サンダルが一番いいんかなと思ってね、今回夏も近いですし、冬場にねサンダルの話しても誰も聞いてくれませんから、実際これ履いてるのは年中ですよ。1年履いてないけども、冬場にいやこのサンダルいいですよって言うても、いやいやお前ダウンすんかいって言われるから、今日夏やしいいかなと思ってねお話しさせていただいたということで、本日はですねウーホスを3年履いてみてどうやったかというお話をさせていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。